3月5日日曜日、白岡市保健センターで健康祭りが開催されました。健康に対する意識の向上、健康づくりの実践を促すことを目的に開催されたこの祭りでは、手形取り、健康に関するクイズ迷路、競合を募集するなしなしキャンペーンなど様々な催しが行われました。健康について考えるきっかけとして、 子供から大人まで多くの方が集まり、大盛況となりました。